刻は9時30分を回りました嘘のような本当の輪ということでね嘘のような本当の輪これうわーっと驚くかもしれないねこの話ねっていう意味も実はあるんですけどはい、えー、話、ね、お話の話沖縄の輪、ね、いろんな意味を込めて、えー、みんな輪になって ねえ頑丈、チャーガンュでねえ生きていったらいいねっていうのではい毎週毎週お届けしております。うん、FM 技能は講座、FM、ね、こちら同時放送でお届けしておりますが、うん、あれドクター水素ボトルって何年、水素疑問に思ったりね説明会とかあるわけっ毎月、ねえー、沖縄県でももちろん行ってます。 はいということでお問い合わせがある場合、ね、ぜひぜひお電話で構いませんね FM ギノワン」っつってね検索していただくと出てきますから、はい、気軽に問い合わせをしてください、はい、お便りはメールアドレスね申し上げますね797「トマーク FM ギノワン」m o「FMGINOWAN.com、ね」「COM」です はいこちらの方にぜひぜひねお便りお問い合わせをいただけたら嬉しいです、はいえー、YouTube でもね「FM」ひらがなで「ギノワンカタカナで嘘「嘘そ」うするとねいっぱい今までね、えー、とお体の具合がこんなんなってきたけどっていうようなお話いっぱい出てますからぜひぜひ検索 YouTube でもしてみてください、はい、放送は「リスラジマイチューナーレディオね」ねスマホの、えー、アプリで聞くことができます とといい、うことでね、はい、今週はまたねちょっとこの2週だね、うんえー、といつもいつもね「ドクター水素ボトルの」の、えー、お話で、うん、水素がいかにね体に影響を及ぼすかという部分でねもうアドバイザーみたいな形で出ていただいている、えー、北条さん。 ねえ、ドクター水素ボトルの宝女さんがお休みですまた次週ね楽しみにしていただけたらと思うんですがはいその分ねちょっと改めてねドクター水素ボトルって何んねってねあのよく聞かれるもんですからこんな風にお答えしたりしてますはいね悪玉活性酸素のみを 中は除去すするんですね要はねあー体が痛いなつらいな腰が痛くて肩が痛くてねあのだんだん年取るとっていうだけではないと思いますねアスリートの方でご利用されてる方も多いんですが、はい、この水槽の、えー、ガスをねガスといっても、あのー、コンロのガスとか全然臭くないしねあのほとんど感じることはないんですね、うんえー、ペットボトルぐらいの、ね、大きさのドクター水槽ボトル っていうものに、はい、軟水を入れていただきます、ね、高度60以下の軟水を注ぎスイッチを押すだけです、はい、そうすると、ねえー、お花に、えー、吸入口といいますかね、うん、カニ入れというのでお花の美口に当てていただいて普通に本読んだりさ音楽聴いたりテレビ見たりさ DVD、ね、ネットオリックスで楽しんだり、うん、あのパソコンでお仕事中あのいいと思いますね、はい、そんなわけでねそういった またドクター水素ボトルを利用して毎日ね1時間なり1時間半なりっていうことで、えー、健康のね、えー、きっかけづくりをしている方がとても多くなっているということで皆さん気になるなっていう方も増えていると思いますぜひぜひ、ね、美容にも大変よろしいですし、えー、疲れを取りたい、ね、もう病院が良いももうやめたいな えー、ちょっとあの知り合いに特にね自分は健康でいいかもしれないけどそういえばお父さんお母さんねおじいおばあとか、ね、周りに、うん、ちょっとがんの、えーね、診断を受けてしまったとかねえー、そんなん治るの、うん、治るっていうふうには言いません、ね、だけども、うん、よくなっている方がこの番組に出ていただいて、えー、おしゃべりを繰り広げていただいているのがこの嘘のような 本当のはっていうねもう私たちもね本当あの毎週ゲストにそういった方をお迎えしてお届けしていますとまさかやーっていうねもうびっくりです本当嘘ーっていうようなぐらいねはいドクター水素ボトルの吸入ね水素ガスの吸入を続けていただいている方が良い方向に向かっているっていうねお話を直接このラジオ番組を聞いてね はい、えー、びっくりしていますね。というわけでですね、今週ね、あのー、もういろんな情報を一切まだ受け入れていない分楽しみではあるんですけれども、はい、えー、愛知県のね方と電話がつながっています。はい、愛知県の、えー、市川さんですね。はい、おはようございます市川さん。 おはようございます。市川と言います。お願いします。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。市川さん、あのー、ずばり、えっと、愛知県出身なんですかあ、もう、生まれてからずっと愛知県にいますね。はい。えー、僕もなんですよ。あ、そうなんですかどよら名古屋弁うまいですよ。うまいよ。<laughs> <laughs> どれはおいしい、もう、味噌カツもおいしいし、味噌もおいしいですよ。味噌系の料理がね。沖縄でね。 味噌カツが食べれんこともないんですけどね、うん、あの食べれないのがねわし大好きなすがき屋ねすがき屋とねあとあんかけパスタね、うん、あと買ってや麺の味噌煮込みね、うん、あれは時々食いたなのね。 <laughs> 絶品ですよね。本当ね,ね、名古屋っていうのは、ね、あれ離れても、私も、あのー、絶品というか。すごい食文化だなと思ってますけども。愛知県のどの辺ですか。はい、春日井市ですね。春日井。名古屋の東川です、ね。ああ、あのー、私ね、鳥居松。わかります。か、か、春日井市、ね。うん。鳥居松の山陽道書店ってあるんですけど。うん、ありますね。あそこを務めとったことありますよ。 あ、そう。三 <laughs> 階建てのね。あ、そうなんですか。そう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 、懐かしいな、春日井。<laughs> <laughs> 鳥居松店山陽道書店、ね、えもう十何年前になりますけどもはい、えー、懐かしい名古屋弁のお上手な市川さんをお迎えしてますけれどもはい私ね、あのー、ちょっと実はねお嬢さんであったり周りの、ね、方から市川さんの情報をあえて入手しないようにしていましたあの、はい、お電話インタビューではないんですけどね、うんはい、どんなふうにね、あのー、ちょっとご病気というかお辛い状況があったのかなもう市川さんの、ね 中でお話できる範囲でもちろん構いませんので、はい、どんなおつらいことがありましたですか、えっと、去年の6月1日に、がん、はい、の手術をしたんですけど、がんがんですね。はい、その時ステージ2だったんですけど、何がんと胃がんですね。ああ、はいはい。うん、35歳の時なんですけど、36で、うん。ええー。 で、まだ、まあ、さこの間、検査したのは再発が見つかったんですけど、はい、えっと、まあ、特端に言うと、こう、食べ物何を、何を食べても吐いちゃったりとか<ー>、えーまあ、食べる量も少ないようにガリガリになってきますし、体型も。<ー>あと、胸の、あの、こう張り具合っていう結構苦しかったりするし、げっぷ中で空気が出来やすくなる。その、げっぷが出なかったり、その、 出なういとき、一番苦しいんですけど、うんそういった症状がありますね、病気、医、あ、学、のー、については。うんあのー、去年の6月ごろ、えー、お医者さんで、な、えー、でしょうか、あの健康診断で、あのーど、どうしてその発覚というか、診断をお受けになったんですかあの食道と胃の間に症状ができたんで,がで,たんですけども。はい なんか最近、喉に詰まるな、喉でのどに、胃の辺り詰まるなと思ったんですけ食べ物が詰まるなと思ったんですけど、えー、原因が結構がんの原因で、そのちょっとこう違和感があったんで、まー、うん、シャで検出したら、これは大きな病院行っ,てください行ってくださいって言われて、大きな病院行ったら胃で発しました、ああ、でも、お気づきになってよかったですね、まずはね。そうですね、うん、も物が詰まるんで。うん もう苦ししかかったたいかがるいない状況でした、ね、ああ、でもそこまでね、うん、そうですか、そうですか、うん。で、大きな病院に行かれて、そういったご診断を受けて、はい。さて、どう<で>、はい、6月1日にオペして、そこから2週間入院して、はい。リハビリ、1個リハビリはないんですけど、はい。まあでも、 僕、障害者でして、はい、あのー、まあ、嬉しい話し、ちょっとこう、手術代とか無料なんですよ。180万したんですけど。はい。あと、その、障害者っていうのも、統合失調症だっていう病気で、はあはい。それで、あのー、の水素ボトルの話につなげると、はい。水素ボトルの,その効果によって、なんか発作が軽くなったっていうか、はい、あのー、僕に紹介してくれた、 ねえっと、大田さんでしたからね。大田奈々さん。うん、は、あの、どこに効くか分かんないで言ってましたけど、水道ボトルの効果が。僕は貧血とかも良くなったし、発作、うんうん、も軽くなったし、うん、あるいは生配信しました、生配信、うんあの。その生配信の時に中腰になる時があるんですけど、体勢が。はいえー、その時に膝を曲げるんですけど、中腰で。うん、その関節の痛みが減りましたね。 はそれはあの初めてドクター水素ボトルに出会って、はいはい、毎日1時間、2時間とか。時間はあ,りあ,あるんで、8時間とか9時間す,ってます素晴らしいですね。はいうん、効果ありました。それをどれぐらいの期間続けられましたか、1か月、2か月。えっと、もう1か月、半ぐらいかな。はいあ じゃあ、その根気よくというか、時間を取って、えー、吸入をされて、1か月半ぐらいで、もう変わってきましたかそうですね、最初あったのが貧血ですね。あはい、もともと貧血を持ちて、例えば、お風呂に入って、湯船使って、湯船から出る瞬間、うん、どんなにゆっくりこう起き上がっても、貧血の症状が出てたんですけど、くらっ分あの別に、そこでもう一切なくなって、 普段生活の中でも、お風呂以外でも、うん、で貧血症状がなくなったので、あこれ、効果あるなと思って、続きようとって、も1日8時間、9時間、吸ってるんですけど。ああ、それはそれは素晴らしいですね。分かりました、石川さん、詳しくまたお伺いしたいんですが、ちょっと一旦 CM に入りますね。はい。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e s と株式会社電話番号0335272211はい、えー、嘘のような本当のは。 ということでね、パーソナリティードイヒデトがお届けしておりますけれども、はいはい、FM ギノマン、ねうんえー、FM 小座同時放送ということで、毎週チャーガンジュ、ね、健康に意識の高い方、あ美容美しくなりたいかも、年を取りたくないかも、ねそれが全てにおいて、え嘘っていうようなね、はいえー、状況を、えー、生んでくれる、ね、この水素。 ね、水素水にももちろんなるんですけどねはい、えー、ペットボトル台の大きさの、えー、ドクター水素ボトルに軟水コード 6G 以下の軟水を注ぎスイッチを押しそこから出てくるね水素ガス、うん、これガスガスって言うと皆さん、ねえー、臭いのとか痛いのとかなんかいろいろ質問あるんですけど、えー、感じません。それを、ね、お花両お花に えー、カニウレというねいわゆる管ですねチューブみたいなね、はい、当てていただいてもういつでもどこでも気軽に持ち運びができる充電式のものですから私自身も車のねあの沖縄って電車がないからね、はい、車でね、はいえー、移動するときとかあの結構長い距離だなとか、うん、ちょっと疲れが溜まってるななんて思ったら水素ボトルと一緒に車でねお出かけしてますというような、ね、ものだったりします。気になった方はぜひ、ねお ままで構いいせん fm、ね、はね、い、山内さんっていう方がねいつも待機してくれてますからねどなたでもいいです。え、ね、こどういうことみたいなね、えー、お電話、うん、いただけたらと思います。えー、あとはこのね放送をお聞きの皆さんがもしその機の皆さんだけでなくね、えー、お父さん、お母さんあー親戚おじいおばあ親戚の方友達、先輩、後輩ああ、こういった病気でねちょっと苦しんでるな。なんか 辛い思いしてるな病院がようも長くてって、ね、言ってるなとか、うん、そういうことがあったらぜひぜひねお声がけをしてあげていただけると、ねえー、何かお役に立てるなっていうふうに思っています。 ね、はい、えー、今週ちょっとねドクター水素ボトルの、えー、北条さんがねお休みなので改めて、えー、ドクター水素ボトルの紹介をさせていただきましたはいそんな中ね今週ね、えー、一緒にお届けしていますのが、えー、愛知県のね私も愛知県でもね、まあ、どれ久しぶりにあの名古屋弁で喋っとるんだけどもまあねあのたまに思い出すとこの名古屋の食文化いいますかねうん本当に行ったことのある人食べたことのある人も大きな にも結構いらっしゃるとは思うんですけどもねはい思い出したりしながらお話をしてますはいというわけで、えー、お待たせしましたちょっとね後半、えー、市川さんねお迎えしてますけれども市川さん はいどううもありがとうございます、ね、え石川さん、でも今はね本当、あのー、と丘が見えない中お電話でつ、ね、ながってるんですけれども、あのー、すごくねあのお元気な表情が見えるんですがその効果先ほど、ね、伺ったもう貧血から何から、うん、とても良い方向に向かってきたということですが、うん、あと なんかこう変化してきて、あだな、こうだなっていう、ご自身のお体のこととか、ありますか、えっと、統合失調症の、はいまあ、ほっさり、光と音が気になって脳がパニックになるという症状なんですけれども、はい、それは結構前は長い時きで半日とか1日出てたんですけど、うん、今は軽めっていうか、その、減長ですけど、1>, うん、まあ1、2時間程度で収まるんで。 非常にありがたいなということと、まあ、貧血もそうでしたと、膝の痛みがすごくもう嬉しいですよね、亡く,くなったっていうのが。うん統合失調症は19歳から発症しまして、はいまあ、36歳なんで、まあ、17年目、8年目なんですけど、うん、非常にこう、まあ、精神的な方の発作もまあ軽くなったから、わりと生活がしやすいっていうか、あのうん。 水素ボトル結構正直ね、僕は貯金崩し、崩し、買ったのきつかったんですけど、買ってよかったなと思います。あー いいですね確かにねあのー、ちょっとねうつ病であったりとかまあ、総合失調症にちょっとね統合失調症にがの関連のあるまあご病気発生してくる方々もやっぱり血流が良くなって、うん、もちろんあの膝の痛みとかね、うん、そういったところにもね、えー、悪玉活性酸素を中和除去する効果があるということで、うん、やっぱり血行が良くな,るなったからですよね市川さん。 そうですね本当に切てってたもんですからうん実際に血液晒されるになっていい子が現れてた嬉しいですねそうですよねあのー、紹介こんなんあるよって言ってくれた方はあれなんですかなんかご友人だったんですか知人の知人ですね知人の知人ですねうん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 、うん、なるほどですね それで実際、あれですか、はい、ちょっと説明会みたいなところに。今のところは特にないんですまあ、LINE でつながってるぐらいで、特に説明、<お>説明を受けてないんですけど。あのー、いい方に向かうかもよって言って。うん、そうですね、うんはい、うん。いや、まずあれでしょうね、<え>その方に、こう、ちょっと信頼を寄せていらしたところもありますよね、市川さん、きっと。 そうですね。あの、信頼しましたね。<ー>してますね。はい。そうですね。なるほど、なるほど。あとは、がに効いたらいいなってことこですかね。うん,う,んうん、うん、うん。 そうですね、あのー、私たちももうね1年うんもう以上になりますねおかげさまで、あのー、ドクター水素ボトルのね w o イースト、e、っていう会社の北条社長と私がちょっと同級生っていうこともあって、まあ、いろんな意味でねつな、あのー、がって始めさせていただいたんですが誰かに届けっていうね、あのー、思いと。 あとは番組にこう来ていただく方が本当に、ね、あのびっくりするようなあの発言をね今日の市川さんもそうなんですけど吸入し続けるってあこんなにこう嬉しいことが起きてくるのっていう部分は実際ありますよね。 ありますね <laughs> あの私自身もあの実はあの今59歳なんですけどやっぱりもうドクター・スイス・ボトルに出会う前というのは、まあ、いわゆる最悪の成人病高血圧高血糖値みたいなのとあとその体重がひどい増え方をしてるもんですから筋肉がないのに結局あのヘルニアとかね の診断も受けてボロボロだったんですよ <laughs> そんな時にねあのドクター水素ボト・スイソホテルとのまああの北条さんにね再会したというのがきっかけだったんですけどよかったですね市川さん。うんそうですね根気よく使ってねがんも、まあ、ステージ4なんですけどはい治る,と治るというかも寛解できたらいいなと思ってます。えっとトータルではどれぐらい今あの 月日としては吸ってらっしゃるんでしたっけ。えと一ヶ月半を一日にまあ八時間程度ですね。あ実際もうお手元にドクター水素ボトルが届いてからは一ヶ月半なんですね。 そのぐらいです。今、<ー>今、今、今も知ってるんで、今、今知ってます。ああ、今現在も、ね。<laughs> う,んうん。あのー、良いと思います。あのー、正直、ね、お聞きお及びかと思うんですが。あのー、<に>そういった胃がんであったりとか、膵臓がんであったりとか、あらゆるところのね。あのー、がん。 というのが非常にねあの、寛解に向かっていかれる方が多くてですよ、うん、先週もあの出ていただいた方がまさにそうなんですけど、抗がん剤の影響で髪の毛すらなくなってしまって、全身に骨の部分までね、あの転移してた方がやっぱり1ヶ月、3ヶ月、はいうん、4ヶ月足らずですね、もう全く変わってきたそうです。なののでさんんもその胃がんのね 部分もあのとてもねあの変化期待できるんじゃないかなっていう気はしています。治ると信じてますね。僕あ素晴らしいですね。はい、ありがとうございます、ね。前向きに。はい、はい。じゃあちょっと一旦二度目の CM 入りますね。はい。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イ、e、ースト株式会社電話番号0335272211 はい、えー、残り時間もあとわずかの後半ですけれども、えー、嘘のような本当の輪ということでね私、パーソナリティとと日はあは愛知県の、ね、市川さんと、ね、電話でつながっておるんですが、はいえー、確かに、ね、お話をこうリアルに伺っていると、ね、信じる、ね、市川さん大事ですよね、大事ですね信じることはすすごい力なんです,、うん、すごい力ですよね。 あのーはい、結構ね実はこういうお話していいのかあれですけどもあのそんなんでうまくいくわけなんてねやっぱりその言ってみたら信じるの逆なのかあの疑ってしまう方もね多くて、うん、まあしかがないなとも思うんですよね。 うん、でも少しずつねこうやって、あのーまあ、勇気を出してというか市川さんも誰かにね届いたらこの思いがあっと思っていただいたと私たちもやっぱり信じていますし、うん、この放送を聞いた方がねあ私もちょっとねあの試してみようかなと思っていただけたら本当にねよく出会いって言ってて言るんですよ、ね、市川さんが「ドクター・スー・スー・ボトル」に出会った戦いきさつを想像してみるだけでこう本当に良かったな っていう気持ちになりますね。そうですね。とあとは継続するのみですかね。そうですね。あのー、ね、私も思います。継続はあのー、ね、力なりって言いますけれども、あの、勝手ね、あの、お手元にあるのに、いや、忙しくてさって、まあ、健康な方はね、そういう風にも、あの、なるのかなっても思うんですけれども、実際、このドクター水素ボトルと出会って、癌であったりね、もしかしたら生命の。 危機が、ね、迫っている方でも34ヶ月ね本当に根気よく信じて続けた方っていうのは元気で暮ららししてらっしゃっゃたりすうんで「あ私もちょっとラジオ僕も呼んでもらっていいですか?」っていうね手を挙げてくださる方もいてもうね私たちはもちろんあのお医者でも何でもないんですけれどもなんかその出会ってくれることのね、うん、きっかけづくりがあの嬉しいなっていう気がしています。 うんね,そうですね市川さんもあれじゃないですかどなたかに進めてみたりとかがされるんじゃないですかそうですかねこうしてあの実際にあの良い方向にね向かっていった方のやっぱりリアルな、まあ、状況というか言葉がね、はい、あの誰かを救って、えー、差し上げるんじゃないかなっていうふうに思うとなんか楽しみですね。 いい出会いで、ね、<ー>いい出会いで。はいではい、石川さん、あのね、今度、あのー、またね、もっと良い方向に向かったり、あーこんなもびっくりした、すごくね、もうめまいもなくなってきたしとかあったら、またラジオ出てくださいね、ぜひ。<laughs> ではい、なんかもちろんね沖縄に来る機会があればお目にかかれればと思ってるんですけどもね、うん、はい懐かしい愛知県からねありがとうございますまあ最近はでもまあそんなにべったべたの名古屋弁もまあつかまえようになってきたもんねでもね。<laughs> <laughs> はい。えー、そんなわけでね。はい。今週もね、嘘のような本当の輪のお時間。ね。愛知県からとってもとっても、あのー、微笑ましい、ね。良い方に向かいつつある、えー、ね。市川さん。ね。たくさんでしたよね。はい。たくさんを。はい、えー。お迎えしてお届けすることができました。ね。来週もまたね、えー、そんな元気なゲストの方の、えー、嘘みたいなね、お話をお届けしたいと思います。じゃあ、愛知県の市川たくさん。 ね、今回ありがとうございましたますます水素吸入してくださいねありがとうございましたはいこちらこそありがとうございます失礼しますはいありがとうございます